今日は新居浜の人たちのおかげ、ありがとうね、新居浜。新居浜の未来を考えるみたいな、新居浜の海みたいな団体の人、ありがとうね。考え自分の方に雇おうとしてくれたからね。でも大丈夫、サウナの首相にあったら即支援するで、チーム四国を結成するで。結成して、新居浜、大神は、次さ、展開する。ああ、新居浜、松山でもなく、新居浜、ここで選挙戦。お、稲国と、どっちかだね、新居浜に行くなら選挙戦展開じゃ、ここ自民党公明党強いから、そう、潰したらどうだ、ね、あんまり立憲も進出してないからね。手薄になってるってわけだ、高校1位。そう、もうちょっと、中央市とか、ね、西条市とか、ね、西条市か、西地方市か、要はあるけどね。今までこういう東洋というか東洋地域で、ね、うん、ここにももっと展開すべき、うん、あっちの西洋のね、大須と松山ね、あの辺りいいんや、もう展開で、この真ん中にある中央っていうか、そう、あの、いや、天下、高原地域とか、うん、ここにもうちょっと鉄道も設計したら違うしかね、なんであんなの回線ね、直結しろよ、新居浜から。ここに鉄道あるんやから、その直結すべきだよね。そのできるやろ。これできずに新幹線も設置。無理。そんなことしたら無理。待ってな。いやいや、意味は建設してるよ。四国、静岡の皆さん、反対してるよ。知ってますよ。うん。反対してる。知ってますよ。もう知ってますよ。需要は言わないです。うん。報道されてる。知ってますか。さあ。ね、こういうこと。ね、またはね、これがイコカーですね。これがイコカーね。そう。これがイコカーね。あっちやったら、愛知やったら、モナカーとか、トイカーみたいなもんね。そう。これと同じ。でも今回は前原。今年度からそう、ね、そう。イコカーも一部使用範囲が拡大してね。そう。で、逆にトイカーも、使用範囲拡大してる、そういうこと。別に皆さん出身外にとも、まあなんか、と発行してんやね、地下鉄乗り。別にいいやでって言ってるから。俺は一日乗車券ね、名古屋に行ってたら、一日乗車券食べに行ってたの。うん。別に歩いてでもいいや。ただ、名古屋市は結構複雑やからね、さ、都市化してるから。うん、そう、それで、ね、道しるべわからんね、それで、ね。だね。まあ、俺ぐらいやったらここの大宮市は縦断的にあっちの国道沿いにね。こういうこと。あ、よく東横インとかあるやん。うん、あれは毎日あっちの売買券で新幹線博多方面とか東京方面に乗り遅れたとか、あっちの特急白崎系で金沢方面に乗り遅れた人がここに泊まって前原か大宮島に滞在して、その夜を過ごす場合はあまりネットカフェやめた方がいいや。会員証なかったら泊まれんね。カラオケも最近厳しくなってきて、厳しくなってきたんだよ、残念だったね。そういう風になってきて、もうコロナ以前から厳しくなってきたんや。そういうことね。これがこれが現実ですね。ね、すごいね。まあそう、これ冷房ついてないです。これもうこのことは以前緊急事態戒厳令下ではそのこういうの切ってたよ。大丈夫で、あの JR 電車や、うん、電車もね、ただよでも思った、なんか変な匂いがするんやって、な電車用とね、なんか変な匂いするんやって、なんやろあの匂いって思ってたの、なんなんですかあの匂い。さあよくこの大宮さんの失礼がないってかもしれない。さあよく電車来るやくし、なんなのこの結構毛臭い匂い、毛臭い匂い、なんなんだっけ、そういうこと。さあ、あの昨日とその長浜少年中信用してないのか皆さん、長浜で、ね、今年入れた前原署から高島署、前原署っていうのはね、あ、どうなんだ、そう、一応もう、もう最後、警察、滋賀県警察本部、あの大塚に行ってください。もう、みんなからもう警察署問い合わせしかない、ここの滋賀県公安委員会、当てにしないでください。こいつらも来るやから、無理、うん、もう分かってねえ、もう、まあ、もう菅首相もさすがにこの件、圧力かけないんだよ。
でも無理、自民党があんねん、無理、元が自民党のガジュエル、うちの方面がガジュエル、あっちがスクライサークだって、自民党も知ってるから、まあ、水際の不正選挙、あの違う、不正選挙、で、まあ、復活できたらさ、びっくりや、なんで短期間復活できたらさ、不正選挙したって証拠、何で野党が、そうじゃなくて、まあ、無理やな、あっちも被害受けてた、ね、知ってたんで、ね、ああいう事態になって、安倍晋三のせいで破壊された、韓国に対する経済制裁、半導体の件で。あれが原因で半導体メーカーが裏こうなったの。なんでもこれはね、責任転嫁するな。原因みんなあんなって言ってんやろ。買ってこんと発表してんやろ。俺のことも責任転嫁するな。これはもう責任転嫁するな。逆に逆、もう責任転嫁するな。俺のことは、もうじゃない。もうこれは責任転嫁するな。やめて、もう。あったこれ、日本向けのメッセージやさ。日本のマスコミあんまり報道せんから、残念だよ、日刊現代も中日新聞、あっちは東京新聞か、なんか報道せんから無理、北陸中日新聞、報道せんから無理、このラジオせんから無理だよ、報道するとか、例えば、日刊現代の決定は国際問題で、あんまり言及しない、そのあんまり言及しないやん、あんまり言及しないやん、皆さん、スマートニュースあるやん、経営です。でああいうの見てる英語版がね、ヤフーとは違って英語版も設置できるからね、そう俺はもうペイペイもすぐ決めた、別にあのウォレットがあるからね、そこにこういうなんイコカをスキャンしてやればいいの、うん、au ペイの登録、ただこれは au ペイは絶対 ID を登録しないとダメないだからみんなペイペイしてるよね、ファミリーマートのペイもあんまりやらないんですよ、無理ないね、もう言ってるからね、なのでそう、あっちの最前駅じゃなくてあっちのケンタッキーフライドチキンの大宮島店、あそこの店員が悪質なんや、悪質、そう、大井花粉にも言うから、そう、苦情の返答は古代に、まあ、まあ、もう悪質ってことは、まあ、港区文京区か、本社がびっくりやる、接客割りではあるな、結構あるじゃないですか。で、なんで駅の周りが席当たり前や、内外から来るから当然、指導は厳しいはず、当たり前だ、当然や、そんなもん。ということで、ロシア大使館にナバルニー気にしないよ、いいんですよ、取りなさい、もういいんです、あのまあ、なんでかなくてね、アルザツイだと。アルザルゼイラアルザルゼイラアルザルゼイラでもいいやんまあだからねだからだからだいぶそうあんまり日本のなん全然関係者もあんまり言及しないとかねそうとこういうところに展開そう最後にスプートにさペルシャ語版もあるしアラビア語版助かった、うん、これ理解してるからあれ、わざとコピーって文字コピーして翻訳ね、まあ、あれね、分離してアラビア語の、ね、選択してこれで分かるやん、文字、何の数字やって分からなかったらね、皆さんそのウィキペディアに載ってるからウィキペディアに載ってるからアラビックでクロスプリッツで検索してそれで載ってるからどういう文字かね、どういうローマ文字か分かった、俺も分かった、もう何でなんで水の違うの、こっちのトラブルトラじゃん、トラブル、トラブル、ツーになるよ、これツーワンだよ、だからロシアのよく気に持つのツイ、あ、いや、ツイってやつをするでもいいんだけど、これは多分、あの文字やとトラブルね、ヘブライ文字だとツワーズ、ツワーズ、これを使った方がいいです、こっちやと思います、多分王子じゃなくて、こっち使った方がいいです、次のね優勢をここに行けると思います、ああ十分間に合ったよ、ね、ああこの方が買ってから、よう作りましたね、すごいね、中国よう作ったもんやな、すごいね、多分日本
合って、あれ合ってないですよ。よく、よく R だって言う時期、ほんまに全然合ってない、全然通用しない。そこら辺にあるやん、みんなドライブの問題 V ですよ。うん、サーバーとさ、まあマクドナルドさんもそう、こういう店舗展開してるやろ、もういいわ、それ V です。そう、まあ、もういうことだね。俺ね、プ発音の時はプ、F、F の発音になってきたの。こっちのシンシンはね、ファーじゃ強いよね、これウワーって発音してるよ、フジテレビ。これ H です、そのウワジテレビじゃん、ウワジテレビじゃん、全然通用しない、あ全然通用しない、あもう全然通用しません、ダメ、ああ全然通用しない。ああ要はスプートニックさんとこは妨害系だよ。ああめっちゃ妨害や、フェイスブックめっちゃ妨害。あれだから知ってますよ。ああ東京都と滋賀県競合してる。残念、京都市も競合してる。ああめっちゃ接客悪くなってます。ああびっくりやる。あのほとんどね、なんで行かないかん、うん、いいな、ほらね、大体知ってるからね、いいや、そう、小池百合子さんがなんで緊急事態で、あこれね、芸能人、妨害しちゃうんだよね、こう、うん、それで、ね、動いたり、そう、それで、それで、それで、それ、承知で、そう、発表したんですよ、あ帽子、まあ、いいか、汚染が、会議、これね。ただ私の予想やと、このマスクの件で裁判所になるんじゃないかで、何がいいね、俺を恐れてるわ、一番の役割と情報がね、こっちになってきてるんじゃないか、マスクなんでこれ、これね、内通さんがそう、あの東京駅の地下にあるこれね、一回地下 B1F あの、もう内通さんがそう、こうしたら、こういうことで、ね、こういう観光にしました、むんちゃん、もうむっちゃそう、私100均で買ってるんや、あそのセリアじゃんで、こっちダイソーの4内店で買ってるんや、うん、そうなんだ、こっちこっち、こっちはバリエーションすごいやつ、色を変えるんですよ、でっかい袋必要やってるはずだ、なぜならこういうでっかい B1B5 か B5 か B4 かわからんけど、そうこういうちょっとから無理なくなってるんですよ、これね、おかげでそう雨よけも悪くしね、用の音とか買ってるんやけど、あんまり見せると大変なんで、まあ、おお、買ってるんや、こういうの、こういうの、雨濡れて、むっちゃピション濡れてんだよ、もう袋入れてるんや、もう、もう袋入れてるんですよ、もう、そういうことね。ちなみに皆さん、パスポートね、何年だけど、ジャージ持ってください。役に立つよ。毎日、ロシア大使館で、ね、ワクチンの接種が認める。多分、パスポートと保険証と持ってきてください。多分言うわ。多分言うと思うんですよ。あの公式から発表するの。発表するの。もちろん、ロシア保険証を、ワクチン来てやる。多分、これ試合ね。多分ね、ワクチンね、一般の自己負担が1万はするわ、多分このコロナの。なんだけど皆さん、あの政府からお金を聞いて、これね、会社にね、報告書提出してんだわね、領収書とか。あんまり当てにしないとね、皆さん。あんまりそうだね。私は行きつけの、北大路の、地域の、広告庁にある、そう、宮古国の、未成年ワクチン。そう、ここの安全、ここの差額の上流値、本当に忘れちゃう、本当に高いですよ、本当に熱心にやってるところですね、めっちゃいい、一応席、まあ、委員長たちに、あの、沢大臣がいますけど、理由は、めっちゃ席、ずさんな治療してた、業務提携、それはいいんやって、別に業務提携、それはいいんや、毎日から、もう対策ね、以前、ここら辺、まあ、あっちの方で、なんか、原因不明の風型、もしかしてこれ、まあいい